対峙する相手が、東大最強と言われる選手であっても、戦前から屈するわけにはいかない。来る12月26日にボクシングの世界 WBC、WBO スーパーバンタム級王者の井上尚弥、大橋、との4団体統一戦に挑むマーロン・タパレス、フィリピン、が燃えている。今年4月にムロジョン・アフマダリエフ、ウズベキスタン、との接戦を判定の末に制し、 WBA&IBF 同級王者となったタパレス劇的なアップセットで世界を驚かせた31歳はさらなるサプライズを起こそうと燃えている無論井上は勢いだけで倒せるほど簡単な相手ではないプロキャリア25戦無敗のモンスター・井上の愛称は今年7月に難攻不落と言われたスティーブン・フルトン米国を8回 TKO で撃破 スーパーパバンタム級での初陣にしてタイトルを危なげなく勝ち取った。下馬評も決して高くはない。それでもタパレスは、未だ誰も成し得ていない、妥当、怪物、に欲ヨ的だ。現地時間12月4日に地元紙、インクワイヤーの取材に応じた31歳は、もちろん俺は絶対に勝ちたいと思っている。とにかくいい試合がしたいよ、と自信に満ちたコメントを残している。 この試合を楽しみたいんだ。PFP、パウンド・フォー・パウンドのトップクラスの選手と戦えるボクサーはめったにいない。だから、なおや井上にはとても感謝しているけど、俺もそのレベルにいるということだ。だから俺も負けないよ。さらに、俺が戦うときはいつだってアンダードッグ、負け犬のそばとして扱われてきた。だから、井上との試合に向けた扱いも初めてじゃない。 若い時からずっとこうやって戦ってきたんだ、と訴えたタパレスは、こう意気込んだ。緊張するのは普通のことさ。そもそも緊張していなければ、それは挑戦じゃない。つまり相手が大物ファイターじゃないということだ。緊張こそが最大のチャレンジの証であり、自分にとってはチャンスがあるということを知るために必要な努力なんだ。果たして、年の瀬の日本でタパレスは井上に対していかに立ち向かうのか。 誰にだって弱点はある井上にもねそれを俺は理解していると不気味に語る男のパフォーマンスを興味深く見守りたい